デスストランディング、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、配送センターまで、K4 の配送センターまで運んだので、こっからね、また別の依頼が来るんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうか。これ飛ばしても大丈夫かな。お待つ。お前いつになったら出てくるんだよ。本編で。ちょくちょくね、こうやって、プライベートルームから出ると、こういう映像を見せられてるんだけど、いつ出てくんだろう、マッツ。よし。さて、何？サム、あんたが繋いでくれたおかげで、アーカイブが復元されてきている。はいはい。だが、BB の起源については今のところ記録を見つけられない。だから何なのか分かんないってことか。 BB28 の過去の履歴にもプロテクトがかかってる。少なくともそれが分かればあんたが見ているというフラッシュバックの謎が解けるかもしれない。努力してみるよ。あんたも頑張ってくれ。精一杯頑張ってますよ。サム、はい、配送端末で依頼を受けてくれ。よし。じゃあ、とりあえず、まあ、メールはいいとして、ピザ届けてくださいとか、このクソふざけたやつとかは別にいいとして、アーカイブはちょっと見ていこうか。Tips に関しても、Tips はまあ大丈夫かな。草むらに隠れられないとか、まあ、ポーターもね、ちょっと出会ったからね。よし。こんなもん？これを減らすとどれぐらいになるのかちょっとわかんないけど。ドキュメント。かつて世界は強制監視社会だった。ダイハードも3年前。デストランディング以前の社会はネットワークを使って人々の安全を保障し、細やかなサービスを提供していた。ネットにつながった人々は、購買履歴や行動履歴を含む個人情報を差し出し、その代わりに快適で安全に生活していた。ああ、そうかもしれんな。ネットはおすすめの商品を教えてくれるし、体調の管理もしてくれた。20世紀に抑えられた強い権力による強制的な監視社会を訪れなかった。ネットと共に生き、恩恵を受ける社会がやってきたんだ。だが、それは人間の自由を奪うのではないか、と疑問を示す人たちもいた。恩恵と引き換えに、すべて監視され、管理されている強制監視社会なのではないかと。カイラル通信も監視システムだという反対派もいる。しかし私は思うんだ。何の負担もせずに得られる自由や安全なんてない。ましてやこんな時代だ。人類が生き残るためには、すべての人が何らかの負担を背負わなければならない。でも自分は嫌だっていうのがやっぱいるわけでしょ？仕方ない気もするけどな。じゃあ、カイラル通信とママのやつだけ読んで終わろうか。カイラル通信はビーチを使うことである意味で時間を超える遠い恒星からの光を地上では今見てるけど、それは何万光年も前の光なの。はあ、ビーチを経由するのは光が発せられる過去を経由するのと同じことなの。ん？どういうことだ？だからカイラル通信は大容量のデータを一瞬で送ることができる。さらにこれを使えば理論的には、ある時代の断片から元の完全体を再構築できる。進化発生生物学、通称、エボデボという生物研究では、恐竜の指の骨の化石から恐竜全体を推測できる。内臓や皮膚や知能までもね。そんなんできんの？つまりカイラル通信が稼働してくれれば、この大陸が一つになるだけでなく、デストランディングで失われた過去ともつながることになる。消滅してしまったアメリカ合衆国はもちろん、理論的には地球誕生まで遡ってつながるはず。ビーチを介して全てのデータとリンクする。これも、計算時間がゼロに近いため可能になるというわけなの。自動配送ロボットシンギュラリティ。はい、長官。自動配送ロボは完成しました。あとはカイラル通信の稼働エリアでテストと評価を待つだけです。第二次遠征隊が来て、キューピッドを繋いでさえくれれば、配送効率も格段に上がります。大丈夫です。配送ロボは荷物を運ぶだけ。受け取りや指示は人間がやります。昔のようなドローン症候群は発生しません。シンギュラリティも起きません。なぜって ?AI は死なないからです。バージョンアップあっても死ぬことはない。もちろん、死への恐怖も死を想像することもない。長官、だから心配しないでください。配送ロボは必ず私たちの役に立ってくれます。長官はちょっと否定的なのかな。
よし、依頼受けようか。フラジャイルはヒングスにはめられたか。らしいね。聞いていたのか。手錠端末のログを見た。カイラル通信が監視社会だね。ミドルノットシティ周辺のアーカイブも復活してきた。彼女の言ってることは真実だ。ああ、彼女もヒークスの被害者だ。アーカイブを見なくても俺は彼女のことを信じる。では今後も彼女の協力を仰ぐとしよう。お、ママ自動配送ロボが目的地に着いたの。どうだった？あ、よかった。あなたにも一台用意したわ。よかったら使ってみて。うん、ありがとう。受注。サム、もう一つは。はい。指名なし依頼に新システムを追加した。し。これまでの自動配送です。実績は賞賛に値する。そこでプレミアム配送を受けられるようにしてた。プレミアム配送って何？依頼を受けるときに自分自身で厳しい条件を設定する。それが達成されると評価を上げることができるシステムだ。逆に下がったりとか。例えば時間制限が課せられている配送があるとしよう。それに対してさらに短い時間を設定し、それをクリアできれば評価が上がるというわけだ。自信があると思えたら挑戦してみてくれ。まあ今バイクあるからな、結構楽に行けると思うんだけど。指名なしの、どうしようかな。重いやつ行ってもらうか。これ行ってもらうか。よろしく。で、受注完了。とりあえず行ってらっしゃい。で、プレミアム配送はまたでいいかな。とりあえず普通の依頼を。気象観測所？ここまで行こうか。50% 未満か。結構厳しいかもしれんな。山岳地帯やしな。お、ブーツのレベル2だ。とりあえずこれを1個作っといて、はしご、ロープ、建設装置も持ってっか。で、これいくつ持ってる？まあ、1個持っとくか。で、血液グレネードを2つ。OK。ん？何？サム、車庫には他の配達人と共有の車両が止まっていることがある。共有の車両。見つけることがあったら、気兼ねなく使ってみて。あ、いいんだ。え、めっちゃ色がいいんだけど。めっちゃ好きだこれ。これ使うわ。使わせてもらおう。で、一括で背負ってちょうだい。で、最適化。よし、出動。バイクなあ、自分のやつも、自分のやつでも行きたい気持ちもあるんだけどな。でもまあいっか、せっかくだしな。そうだ、とりあえずいいねしとこう。めちゃくちゃいいね押せるようになったよね。時間が伸びたっていうのもあるんだけど。よし、行こう。向かうのはどこだっけ？こっちか。こっから川を渡って、ここか。橋とかないか、どっか。発電か。まっすぐか。これ行けるかな？行けるか、これ。厳しいかな？よし。OK。これ、いけると思う？厳しいかな？橋とかかかってないか。あ、ここ浅そう。よしよし。ちょっと水濡れたから、BB が嫌がったな。よし。とりあえず抜けてきたけど、時雨が降ってる。で、あのマークがあるってことはいるのか。
どこだ？あれか。あそこに見えてるやつか。よし。ああ、いるな。降りていった方がいいかな。来るか。山岳地帯やしな。降りていくか。向こうにいるっぽいけど、どこだ。どこにいる？いるか？とりあえず血液グレだけ持っとくわ。どこにいる？あそこか。あの距離だったら大丈夫かな。あれは倒しとくか。よし。オッケー。で、あとはここ登っていけば大丈夫だね。よし、行こう。よし。大丈夫か、これちゃんと登れる？たまにね、罠があるからさ。それが怖いんだよね。よし、登ってて登ってて。よし、登りきったな。いいね、置くとこ。もう万来のいいねだね、これ。もう後ろにしかいないのか。あ、やば。あそこか。あそこにいるのか。どこだ。いる？これ。近いみたいだけど。どこだ。あれか。あれか。はいはい。届くかな。なんかうまく当てらんないな、あれ。無理だな。ちょっと息止めて、こっちから行くか。登れる？大丈夫か。よし。危ない危ない。で、これで抜けた？抜けたな。よしよし、いいぞいいぞ。順調だね。これもういないんじゃない？BT。 よしよし、このまままっすぐいけるかな。サクッといけるかな、これ。よしよし。思ったより遠かったな。遠いな。あ、抜けた抜けた。よし、これ大丈夫。ご機嫌だな。ちょ、マジかマジかマジか。待って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 。おいおい、マジかマジか。
拾わせて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 、また入ったのか。ちょっとちょいもう災難だね。ちゃんとかけていけばいいのにな、こんぐらい。でも黄色だったじゃん。黄色ならいけるかなと思って。やっぱあれだな、横着するとダメなんだな人間って。あれで、どこに行けばいいんだ。どっちだ、ん、どっちだ。こっちで合ってんのか。あれか、遠い子って、ずいぶん遠い子って。よし。お、誰かの荷物か。もう完全に落としちゃったな。あ、あれロープじゃない。ありがたいね、あの位置に置いてくれてんの。めちゃくちゃありがたいな。でもここの川大丈夫か。大丈夫、これいける。俺もう川が怖くなってきてるよ。もうないもんな、ロープしかないもんな。はしごもうちょっと持ってきてよかったな。てか落としたもんな、さっき。これ飛べ、よしよし、飛んだ。で、あ、違うか、あれロープじゃないわ、目標のやつだ。くそー、登れるこれ、大丈夫か。よし、違う、とりあえず装備だけ解除しとこう。観測めっちゃでかいな。なんかあの形さ、でかい、あの BT 見つけた時にさ、 BB がパカって出してくるさ、あれみたいだよね。そういうのあれなのかな、関係あんのかな。この辺はなんかがあるってわけでもないのか。よし、わすげえ、雪山だ。へえ、あそこも行けんのかな。こういうのなんか夢広がっていくよね。バイクを失った俺にはもう。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証。よし、武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。オッケー、来たよ。ここでいいのかな。納品。 50% は大丈夫だと思うんだけど、確認してもらって大丈夫かな。荷物を納品します。やあ、サム・ブリッジス、待ちかねていましたよ。これでこの施設もみんなの役に立てる。中身を確認します。大丈夫だといいんだけど。使える。ああ、ありがたい。測定器は完璧な状態です。よかった。よし、ん、特殊合金が使えるようになった。特殊合金、何に使うやつなんだろうそれ。あとはカイラル通信がつながれば観測が始められます。うん、つなぐ。接続してください。ていうかマジでみんなあんまり仕事しないよね。どんどんつながりが広がっていくね。気象観測所、建設装置レベル2。レベル2って何が作れるんだろう。何これ、フローターって何。ん、トキウシェルター。え、待ってればこれってさ、トキウって何とかなんの。セーフハウス、天気予報とかできるんだ。
GS 以前の気象観測所を改修した施設です。ご存知かもしれませんが。しかしカイラル雲のせいで、遥か昔に気象衛星との通信は途切れ、時雨の予報も、カイラルノートの観測もろくにできませんでした。でもあなたのおかげです。観測所として機能するようになります。配送の役にも立ちます。あなたはここまで来てくれた。うん、頑張った。私たちも頑張ります。必ず。では。でもそんなあったかそうな格好して出ないんだろ、そこ。サム、気象観測所が機能するように復活させてくれたのね。ありがとう。カイラル通信はビーチを使う。だからカイラル通信でつながったエリアは理論上ビーチと近くなる。それはカイラル濃度にも影響するの。その変化を観測するのもキューピッドの機能の一つ。カイラル濃度の変化は時雨の発生にも関連しているから気象予測ができるの。カイラル通信は通信だけのシステムじゃない。あなたの手錠端末でも天気予報が見られるようにしておいた。手錠端末を開いて地図で確認してね。天気予報か。配送ルートを計画するとききっとあなたの助けになる。ああ、ちょっとここは迂回していこうとか。私もここでカイラル濃度の変動をモニターしてる。私のラボはサウスノットの近くよ。そこもあと少しでつながる。配送端末で依頼を確認して。サム頑張って。わかった、そっちまで行くよ。ありがとうサム。一つ目のカイラル通信がつながった。その調子だ。他の依頼も頼む。ママが言った通り、君も天気予報が見られるようになったはずだ。試してみるがいい。うん。手錠端末を確認し、今後の配送に活用してくれ。お疲れ様でした。新しい天気予報。受注する際は配送、手錠端末の地図で天気予報が見られるようになった、はい、配送ルートの参考にするんだ。天気予報、あ、これ青、ちょっと待って、青の部分は雨が降っている場所を示している。矢印は風の方向と強さを示している。あー、時間を変え、あー、へえ。10分後、ここ通ってきたとこは絶対雨降ってんだっていう感じだな。30分後までしか見れないの、まあ、リアルタイム30分だもんな。え、雨の範囲広くないこの辺。へえ、あんま関係ないかもしんないな。はい、ということで、じゃあ次回次の依頼はちょっとそれだけ見とこうか。ええー、ん、セーフハウスを建設せよと、ええー、時雨農家の、促成栽培用種子を届けてほしい。この2つやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。